を離れます。1号車の前でコース復帰をしたのは坪井翔です。坪井翔、そして1号車は山本直樹、1号車山本直樹です。さあ、そしてカーナンバー19番 GT500 のトップに入りたいといったエッジスポーツアドバンス、なんとかもう一度トップに返りたいです。宮谷ともに入りたいと思います。宮谷ともはどういうような形で宮崎さんがこのあとカーブスタイルしますが、今カルソニックは90度コーナーに、そして19号車は今ピット作業終わった36秒のピットストップタイムです。やはり2号車が前に来ます。2号車はピットの作業ではちょっと逆転になる、そして高速タイヤの状態で8号車の2号車ウォームアップをしながら、タイヤを痛めないようにしながら、8号車の ARPA 野尻智樹が迫ってくるのを、これを退けることができるでしょうか。そして ARDA NSXGT としては早いうちに19号車を捉えて12号車を追いたい、12号車を追いたいところです。5コーナーでテールトゥードーズになりました GT500 の2、今19号車と8号車、さあ伸びていただきます。タイヤの温まってまだいない、宮崎ともを捉えて前に出ました。走るチャンスを失いましたので、今日初めてのドライブということになります。最初は車のフィーリング掴むのにどれぐらい時間がかかるのか、まだ冷えたタイヤでは24号車と32号車にも捉えられてしまいました。時間がかかりましたね。ピット作業大きく順位を落としています。大多数のチームがピットに入りまして作業が終わりました。まだピットの作業が終わっていないのは現在16号車のみということですね。
43秒4というスタートの時代。
9号車ね。
ップでした ARTA。 今作業終わってコースイン、37秒3のピットストップタイムでした。佐藤蓮、まずは冷たいタイヤで慎重にアウトラップ、これはすごい、ものすごい追い上げになりました。カーナンバー9、さあレース前方が山内秀樹がなんとかトップ争いを繰り広げてきた BRZ。 ライバルの順位以下によってはシリーズタイトルも決められます。ただ現在はそのライバル ARTA NSXGT が現在先ほどまで BRZ の前トップを走っていました。
なことに JP でオリベイラ。JP は厚いところですよ。簡単には抜けないと思います。さあ井口拓人、後ろから小暮攻められていましたが、なんとか退けた。しかし前を行くのがランキング2番手、2連覇を狙っている JP でオリベイラが日産自動車大学の。JP に無交換作戦をこれはお願いしたのかどうなのか。さあ、悲願のチャンピオンへ向けては現在厳しい状況。